こんにちは。友達 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ここは近所のサイゼリアです。サイゼリアといえばワインが安く飲めますので、早速ワインを飲んでいきます。おつまみは辛味チキンです。柔らかいチキンにいい感じに味付けされたチキンを食べながらワインを飲むと、ワインがガブガブと飲めてしまいます。すごい柔らかくて美味しくて、この相性が抜群です。ほうれん草のお盆焼きもちょっと変わったみたいです。チーズとかベーコンが入ったみたいです。ほうれん草のオーブン焼きにベーコンが入ったことによって少し肉っぽさができていて、おつまみには最高です。さらにチーズがワインにすごいよく合って、ものすごい美味しかったです。今年の4月からサイゼリアのメニューが少し変わったようで、サラダのサイズが小さくなっていたり、他にもいろいろと変わったところがあるようですが、ムール貝のオーブン焼きがなくなっていました。お酒のおつまみにすごい良かったムール貝のオーブン焼きですが、もうないみたいです。こんな感じでサイゼリアで食べながら飲みました。美味しかったです。じゃあ終わります。ありがとうございました。